マティアス・シンデラーは、オーストリアズラう出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。179センチメートル63キログラムという、細身の体型と、相手ディフェンダーの間をいつの間にかすり抜けて、ゴールを決めるプレースタイルから、神の男と呼ばれた。1930年代前半に、ヨーロッパ最強と言われ、ブンダーチームと呼ばれたオーストリア代表の中核と、 なった選手であり、現在も多くの人にオーストリアサッカー史上最高の選手と認められている。1918年15歳の時に機械工見習いとして働きながら ASV ヘルタ、ウィーンのユースに入団した。若い頃から膝に持病を抱えており、半月板を手術したため、いつも右膝にサポーターを巻いて試合に出ていた。このことも彼が、 肉体的接触を避けるプレースタイルを確立していった一員とみられる。1924年にはウィーン AAS へ移籍した。1926年に同チームが FK アウストリアウィーンとなってからも中心選手として2回のミトローパカップのクラブチームによるカップ戦優勝などに大きく貢献した。1926年には初めてオーストリア代表に選出され、 中心選手となっていった。その後、当時の監督であったフーゴマ舞するに、敗戦の責任を取らされる形で代表に呼ばれなくなった時期があったものの、しばらくして復帰した。シンデラー復帰後のオーストリア代表は、1931年4月から1934年6月までの3年、あまりで30試合して21勝6分3敗という結果を残した。 1934年イタリアアールドカップにおいても、シンデラーを中心とするオーストリアは優勝候補の一角と見られていたが、準決勝で開催国であるイタリアと当たり、審判の地元有利の判定などもあって例から一で敗れた。シンデラー自身もイタリアのルイス・モンティに徹底的にマークされ、ファウルまがいのタックルを受けて怪我をするなど、この試合では活躍できなかった。 続く3位決定戦のドイツ戦ではにも怪我のため出場できず、2から3で敗戦して4位に終わった。オーストリア代表は1938年のフランス大会においても予選を勝ち抜き、本戦進出が決まっていたが、オーストリアという国家そのものが1938年3月にナチスドイツに併合されて消滅したために参加不能となった。ヨーロッパ最強と呼ばれ、 ニックネームをつけられるほどの代表チームが政治、国家によって強制的に解体された点は、後に1950年代前半に無敵を誇ったハンガリー代表マジックマジャールが1956年のハンガリー動乱ランで終焉を迎えたことと共通している。ウィーンにあるシンデラーの墓併合後、元オーストリア代表の中心選手たちは次々と統一ドイツ代表に参加したが、 シンデラーは、高齢や怪我を理由に将兵を断り続けた。しかし、1938年4月に開催された、統一ドイツ対、旧オーストリア戦では、旧オーストリア代表のキャプテンとして参加した。ナチス関係者からの、統一ドイツ代表に勝たせるようにという指示を無視して、2から0で勝利し、自身も1ゴールを挙げるなどを活躍した。 シンデラーは試合に出場する条件としてオーストリア代表のユニフォームをそれまでの紫色から国旗と同じ赤白に変更させたがこの配色は今でも使われている。1938年12月タイヘルタ BSC 戦で1ゴールを挙げたのが生涯最後の試合となった。翌1939年1月23日自室で死亡しているところを発見された。 公式には一酸化炭素中毒による事故死と発表されたが、周囲の政治状況に絶望しての自殺説、さらには警察の捜査資料が紛失していることなどから、計りごと略説も囁かれた。ただし、2004年にオーストリア国内で明らかになったところでは、シンデラーは1938年にウィーン市内でカフェの経営を始めており、これは元々は、 ユダヤ人であった、彼がアーリア人化を受け入れた、つまりナチスへの協力を誓ったために可能になったのではないかと議論されている。ありがとうございます。